では商品のリサーチ方法について説明していきます。まずはじめに用意するものとしてはこのヤフオク、そしてこのモノレートというサイトを使用していきます。何を探すかということについてですが、Amazon の中で新品として出品できる商品をこのヤフオクの中から検索していきます。今日は、例としてシャープというメーカーを検索してみましょう。するとこのように、7万8000件の検索結果が出てきました。こちらだとさすがに多すぎるので、新品に絞った検索をかけていきます。新品というワードであったり、あとは未使用というキーワードを追加していきます。するとこのような検索結果になると思うのですが、この中から実際に Amazon で売れる商品を一個一個検索していくという流れになります。例えばこれですね。このように、題名に型番が入っていることが多いので、こちらをコピーしてこのモノレートに入れていきます。このような流れですね。もう少し見てみましょう。まだ、皆さん慣れないうちは、このように一件一件、きちんと検索をかけていきましょう。まれに、モノレートが、表示しにくい状態となっていますというこのような表示が出ることがあるんですが、これが表示されたときはこちらの再読み込みをすると、元に戻ります。先ほど入れたキーワードがこちら、そして該当する商品もこちら同じですね。このように3万8610円で販売されているということがわかります。ランキングも申し分ないですね。3万円。例えばこの商品ですが、こちらも型番をコピーして貼り付けます。すると 12,980 円、現在のオークションの価格としては 5,100 円。このように、商品の写真が複数枚掲載されている場合は、きちんとすべて確認し、商品の、説明書きが書いてあることが多いので、こちらもよく確認して、きちんと新品であることを確認しましょう。実際に商品が買った商品が売れないと意味がないので、どこで売れ行きを判断するかというと、こちらのランキングという折れ線グラフを見ます。こちらの波が1回落ちるごとに、ざっと1個商品が売れてるという
見方、理解で結構です。まあ、それが直近の3ヶ月で15回以上販売実績があるものを狙って落札していきます。まあ、こちらは問題ないですね。現在5100円、利益も取れそうなのでこちらを、まあ、ウォッチリストに入れていきます。こちらの商品も同様に検索してみましょう。すると、現在の価格が2300円に対し、Amazon での販売価格は14970円。で、ランキングの推移、まあ、売れ行きも、直近で、15回以上グラフが折れているので、購入しても問題ない商品という認識になります。では実際に、こちらの商品が、いくらまでなら買っていいかということを計算していきます。こちらも問題ないですね。入札額の計算をする上で、まず必要なのはこちら。こちらのコードですね。をコピーしましょう。そして、ここに FBA 料金というボタンがあるので、こちらを押してみます。すると FBA シミュレーターというのが立ち上がるので、こちらに先ほどのコピーしたコードを入れます。するとこのように該当の商品が表示されますので、こちらにこの自社発送の場合、 FBA 発送の場合とありますが、この FBA 発送の場合の方に先ほどの新品の販売額を入力します。ざっと1万5000円ですかね。で、計算。するとこのように、1万5000円で販売した場合、13,159 円が利益ですよというふうになります。まあ、これは原価が今0円なので、このような表示になってます。ですので、こちらから逆算をして入札できる上限の金額を計算していきます。で、目安としまして、この売価の2割、20% を利益として残すような形で計算をしてみてください。で、実際に、計算してみましょう。まず、1万5000円の 20% なので、3000円が、利益として、取っておく分ですね。で、そしてこの費用コストというところが、Amazon の手数料になります。こちらも実際に売れたときにAmazon の方に回収される金額になります。ですので、この利益分、先ほどの売価の 20% の3000円と、こちらの費用コストの合計を売価から差し引くと、1万159円。
という結果になります。ちょうど 20% ですね。ですのでこの商品は11,159円までで、落札することができれば、十分な利益が見込めるという商品になります。一つ注意点としましては、ヤフオクで落札した際に商品が自宅までに届く送料がかかってきます。700円ですね。ですので、こちらも加味してここから700円を引いた額11,159円から700円を引いて、9459円ですかね。こちらが、実際に、落札していい、入札入れていい金額になります。以上で商品のリサーチの流れを終了したいと思います。